いや、ちょっと、大島さん、大島さん、ちょっと、どうしたんですか、大島さん。大島キッチンあるよ。はい、ということで、バイトから今、たった今帰ってきてですね、もうビールを一刻も早く飲みたいんです。飲みたいんです、はい、ただやっぱ おつまみがないと飲めないんで、本日はですね、ジャークチキンという、ジャークチキン、ジャークチキン、まあ、ジャマイカ料理なんですけど、あ、それはジャークか。まあ、あの本当にビールに合う最高のおつまみ作っていきたいと思います。ほうほうほう、はい、で、ちょっと材料なんですけども、はい、こちら、まあ、チキンということは、まあ、鶏肉ですね。鶏肉、はい、鶏肉と玉ねぎ、ピーマン、そしてもうこれだけです。ちょっとスパイシーな感じでやっていきたいんで、やっていくんで、パプリカパウダー、クミン、はい、そしてチリパウダー、ほうほう、こちらを使ってやっていきたいと思います。これだけ、これだけでございます。まあ、塩ですね、あと、はい、なのでちょっと早くビール飲みたいんで、はい、とと料理始めていきましょう。怒ってるじゃないですか。もう飲みたいのよ。今鶏肉のちょっと油をですね、油と皮ですね、こちらちょっと切っていきます。あ、あんまないね、もうね、これもうないじゃん。 OK、 じゃあいいや、ちょっと一口大に切っていきます。まあ、胸が好きな方は胸にしてください。これは毎度言いますけども。で、ちょっとね、大きめで、やっぱ食感も楽しみたいんで、大きめでいいですね。うん、こんぐらい。一口カレーとかよりちょっと大きめ。ちょい大きめぐらいですかね。イメージでね。うん、はい、で続いて玉ねぎ切っていきます。まあ、本当はね、別に野菜なくていいんですけど、まあ僕はちょっと野菜あった方がいいんで、好きなんで。玉ねぎ入れていきます。何回見たでしょうね、大島さんのこの玉ねぎの。ちょっと大きめ、こんぐらいでいいですかね。ちょっとあの歯ごたえ楽しみたいんで、あ、結構、うん、もうこんぐらい大ぶりにいきましょう。普段よりも、鶏肉も玉ねぎも大きめと。ちょっと大きめで、あとおつまみですから。なるほど。で、続いて、ピーマン、ピーマン、ピーマン、まあ、あの好きな数入れてください。よし、ちょっと洗います。もうあとは、うん、スパイスを調合して、まだ 2,3 分でしょ、賞味。そうですね、回して5分とかなんで、はいはいはい、じゃあちょっと今からですね、鶏肉をつけていきます。つけるんだ。つけないといけないんですよ。まずまあ、鶏肉は 300g ぐらいですね、うんうん、はい、でまずは塩大さじ1/2入れます。1/2、こんなもんかな。はい、入れてもらって、塩大さじ1/2、はい、続いてパプリカパウダー、パプリカパウダー、こちらも大さじ1/2です。わあ、すごい色、うん、はい、ま、続いて、はい、続いてクミン、クミン、こちらちょっとうちにあるのがパウダーじゃないですけども、まあパウダーの人はパウダーでもいいし、一応僕はホールので、次チリパウダー、チリパウダー、こちらですね、はい、はい、こちらも大さじ1/2、はい、そしてここに、はいはい、オリーブオイルですね、こちらをまあ小さじ2なんですけど、まあちょっと僕は多めがいいので大さじ1入れます。ここに入れちゃうんだもん。はい、ここに入れます、入れちゃいます。でこの状態で混ぜて、シャーっとこう混ぜ混ぜ、うわ、もうカレーの匂いはするんだな。はい、でこちらで、10分置きます。ここ10分置くんだ。ちょっとあのしっかりとこのなじませないといけないので、染み込ませて、はい、味をね、10分置きます。はい、そんなビール飲みてんだ。最悪っすわ、ぶち切れてるじゃん。忘れてた、これ決めて、ニンニク、うん、もう結構時間経ったのに。あ、それをあのボウルに入れなきゃいけなかったってこと。つけとかないといけなかったのよ。まあこれも好みなんですけど、まあ大体これも大さじ1/2ぐらいでいいんですけど、すりをあのチューブで大丈夫です。おう、うん、チューブで、ある人はチューブで大丈夫です。で大体大さじ1/2ぐらい、まあそれ好みだと思うんですけどね、ニンニク好きな方はいっぱい入れてもらって大丈夫だと思います。あ、
ビールにはねやっぱねこれニンニクガツンと効いてた方が合うんで、パンチもあるしね、パンチもあるし、ワンツーアッパー、そしてこれ混ぜて、いやこんな色つくんだ、別に辛いわけじゃないのに、いや辛いよちょっと、あそうなんだ、うん、それはもちろん、やっぱパプリカパウダーとかあのチリパウダーはやっぱちょっと辛みのスパイスなんで、よし OK で、ちょっとまあここから置きます、ちょっといや今から10でいいんじゃん、いやもう無理無理無理、だからこれちょっとこうギュッとやって、うん、より染み込むように悪あがきします、いや早く完成してビール飲みたいっすわ、その音は、はい、ということで10分経過しましたんで、はい、焼いていきましょう、まあそうですね、普通にここからスピードですか、スピードですね、オリーブオイルでやっていきましょう、ここは、まあ、大さじ1ぐらいバーッと入れてもらって、豆乳ですね、豆乳です、うわいい香り、見てる皆さんも分かると思います、いや最高だよこれは、結構しっかりめに焼く、そうね、まあ、鶏肉なんでね、しっかりで、これひっくり返したタイミングで野菜入れていきますか、なるほど、野菜はね、まあ、そんな焼きすぎない方がいいんで、歯ごたえジューシー、うん、めちゃくちゃうまそうね、ジャークチキンはね熱いな、焦げ目がちょっとついてたぐらいがうまいんで、はい、入れていきます、あこれはうまいよ、強火ですね、豪快に、わーお、こんな感じ、こんな感じで、まあ、ちょっと野菜多めに入れちゃったんで塩コショウパーってやりました、やっぱ味濃いめの方がお酒に合うと思うんで、確かにめっちゃうまそうです、でちょっとね焦げ目というかちょっとついてきてるんで、ほらこういう感じで、もうちょいですね、いやもう本当はもういいんですけどね、この辺でも、いや、いいやめとくか、うまそう、やめとくか、この辺で、まじか、もう食いたいんだよ、あもういいか、行こう、はい、視聴者の皆さん、今もうよだれ垂らして、よだれ玉つけて、よだれ玉ってマジ簡単、簡単でしょ、でもまあ確かにめちゃくちゃ僕でも作れそう、マジ作れるから、ぜひ、あの週末とか作ってみてください、まあほぼ酢豚みたいなことだよね、さっき何見てた、いや、具材は、具材はね、うん、ういうわお、それでは、出来上がりましたんで、来たよ来た、もちろんお供はキリングリーンラベル、あらこれが僕のお供でございます、うわぁ、いやこれだよな、いいっすね、これは合うでしょう、はい、いただきますどうぞ、うめぇ、じゃあ早速ジャークチキン初めて作るんでね、やばいわうまうまっ、びっくり、めちゃくちゃうまい、あーうまい、うわちょ、それビール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 、おーち
これはもう食べてみてほしいわ。相性抜群。多分米にも合うね、この味付けなら。もうよだれ出てたもんね、今ちょっと生つばが。はい、サラサラしてるつばが垂れちゃいました。じゃあちょっと食べてみてください。いただきます。どうぞ。いいですか、鶏肉と。もちろんもちろん。玉ねぎと。いっちゃってください。このトリプルで。あ、全部合わせてね。はい、ちょっと熱いけど。いただきます、うん。中キスしてる？キスしてない？ジャークチキンに。すごいフレンチ。いただきます。なんそれ。うまっ。おいしい。やばいなこれ。好きな味付け。あ、だと思ったよ。え、これ米でしょ。まあつまみにも絶対合うけど、うん、めちゃくちゃうまいわ。ちょ、ごめん、あの上杉ビールはないんだけど、はい、ごめんな。あ、本当ですか。うん、じゃあこれよいしょ。ちょい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 、すごい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 。ちょっとして何をしてるそれは。すごいな、小箱から。古い箱と書いて小箱から何か出てきてますけども。ジャックダニエルのオールドナンバーセブン、ホコリかぶり。このあの普通にスーパーとかで売ってるジャックダニエルではないってこと？いや、まあスーパーにもとか売ってるじゃないですか。売ってる売ってる。一緒だと思ったんですけど、よく、うん、まあ、僕のお父さんからいただいたものなんですけど。出たよ。よく調べてみたら、うん、まあ、6000円以上する。マジで古い方の。おいおいおい、俺160円のグリーンラベル飲んでるんだよ。これを飲むなよ。コーラで割って飲んでる。すごい台無し。分からんだろお前が。んジャック・ダニエルオールドナンバーセブンの味は。あとそんないい酒とは合わんよこれは。ごめんけど、安酒に合うからこれは。すいません、これね、本当はロックで。まあでもハイボールならまあ。いや、これだってさ、いいバーとかで飲んだら一杯1000円とか。いや、するでしょうね。もっとするかもね、うん、1500円とか分かんないけど。うわ、すいません、ちょっとコンボで。コンボで。うわ、これ鶏肉に玉ねぎ、ピーマンでサンドイッチして。いただきます。うん。めちゃくちゃ落ちたけど。うん、うまいな。パーフェクト。すごいな、マジでうまい。ケイン小杉の言い方合うね。やっぱ炭酸に合う、もちろん。そうだな、うん、最高です。最高ですね。ということで、うん、じゃあ、まあ、このジャークチキンはお手軽で簡単に作れますんで、うん、ぜひとも概要欄にあの作り方載せておきますんで、はい、作ってみてください。ということで、大島キッチンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。でんな。でんな。